皆さんこんにちは、ゆめみんです。今日はあるものをね、準備したのでそれをご紹介したいと思います。ベビーたち、いやもうなベビーたちっていうか、もうもはやチビたちみたいな感じなんですけど、見た？チビたちはですね、もうあっという間に大きくなって、今もう1歳になったところなんですけど、今回ねその激動だった1年間をね振り返りたいなと思います。2人とも本当に大きくなりました。タッチもするしね。しかも今回はですね、今まで動画にしていなかった生後0ヶ月から2ヶ月の、もう本当にこの子たちが小さかった時のね画像も公開しちゃいたいと思います来たのはい、それでは行きましょう。こちらでございます。こちらはアルバスというアプリで作ったアルバムでございます。今回ですね、ベビたちの誕生月の2月から、先月のね1歳のお誕生日の2月まで13ヶ月分のアルバムを作っちゃいました。このアルバムをね作れるアプリをねご紹介したいと思います。アルバスってどんなアプリなのかなっていうところからまずご紹介したいと思います。まずですね、写真が真四角で可愛い。真四角なのがね、ちょっと後からちょっとお見せするんですけど、インスタのねサイズっぽい感じですね。だからイメージしやすいのかなと思うんですけど、インスタってさ真四角じゃないですか。それがそのままここに入るっていうイメージですね。でさらにインスタから選択もできるのですごくいいなと思いました。お次、家族の思い出に。最近はねやっぱスマホで撮るっていうのが主流になってると思うんですけど、ちゃんとねこう物にね残しておけるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。毎月アプリがお知らせしてくれます。やっぱね育児とかしてると忘れがちになっちゃうと思うんですけど、まあ、通知がね来るので毎月忘れずにちゃんとねこまめに続けられるんじゃないかなと思います。そして高画質。私たちが赤ちゃんだった時ってまあ昔ながらの感じだと思うんですけど、まあ、それもそれでいいんだけどね、こちらはもう本当に高画質で綺麗な写真になっているので、その辺りはかなり嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。という私たちにとっても嬉しいアプリでございます。ちょっとねプライベートな写真もね多いんですけれども、今回ちょっと特別に大公開しちゃいたいと思います。ではではこちらのねアルバムの方、早速中身をお見せしちゃいたいと思います。こんな感じでねポストに届いております。で写真の方はこんな感じでね届く感じです。こうやってねポストに入ってたので、もうめちゃくちゃたくさん入ってました。ポストに入るっていうのはいいですよね。じゃあちょっと開けてみたいと思います。あー緊張するな。色はねこちらのマスタード色にしました。かなり可愛いです。わーやば、なんかいいねこれ。はい、じゃあちょっと開けていきますね。チャカチャーン、こんな感じです。いい色じゃない？イーターとトーくんどっちもねやっぱ黄色にしました。マスタード色。はい、でちょっと開けてみます。こんな感じですね。あーいいね。こんな感じでリフィルを追加することもできるので便利じゃないかなと思います。では早速いきたいと思います。まずね2月の写真ですね。いい？開けていきます。1月だった。でね、まずねこの生まれたての写真2月からいきたいと思います。はい、じゃ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 はい、じゃじゃじゃーん。これねまずね2月、2019年2月です。誕生月です。イーター抱っこしてるのでイーターのお手手も映ってますけど、一緒に見ようね。じゃじゃがちゃーん。あーいいこれイータンだよね。まあ生まれたてですね。本当にまだもう0ヶ月。マンスリーカードねこうやって入れられるようになってます。サイズもねぴったりでこんな感じでマンスリーカード四角になっててねすごい可愛いなと思いましたね。これでどんどん入れていきたいと思います。可愛いねこれね。どこに入れようね。どこに入れる？ちょっと、旦那にも入れるの手伝ってもらおうかな。いっぱいあるからね。見てこれとか、私がすごいなんかお母さんって感じ。四角になるとなんか全然雰囲気も変わるね。どこでもいい？もうまだねこれママ0ヶ月目だからね。あー見てかわいい。見てかわいすぎる。全然入んないし、片手だと片手だと入らない。こっちじゃなくねこっちじゃねあ、本当だこれとかさ、マジ可愛いよね。なんかとっくん最初さ、目が開かなくてさずっとこういう感じだったんだよ。おしゃぶりだってしてたんだよ最初ね。バンバン入れていきましょう。あ、待って、これがコクが良くない？ちょっとやっぱ時系列順に並び替えよう。せっかく入れたのにもう入れ方もこだわっちゃうよね。入れ替えも簡単だからいいね。まあでもうちらちょっと抱っこしながらだから、ちょっと片手なのが厳しいなはい、抜ける共同作業。2月はこんな感じでできました。お腹でかかった時とかすごい懐かしいんだけど、生まれたばっかりの時のね2人がもうほんとめちゃくちゃ可愛いね。なんか懐かしいねやばいねこの時の顔全然違うしね、これやばい、これやばい。もう本当に最初の時いいね。首も座ってないからさ、手でねちゃんと支えないとだしねいったん可愛いね。このとこもほんと可愛い。じゃあ次行こうか。3月、では3月いきたいと思います。ジャキン、あ速攻モザイク。じゃあ3月もガンガン入れていこうか。懐かしいな、もうモザイクばっかりだけど3月はね、ひな祭りとかがありました。これねまだね、これは動画にしてなかったんですけど、もう1ヶ月とかなんかもう動画どころじゃなかったんであれだったんですけど、ちゃんとねみんなでねお祝いしましたね。懐かしいね。これね初めてのピクニックなんだよね。もうねマック食べてんのこれもうほんと外で初めて外に出たみたいな感じだった気がする。ほとんど外とかに出れなかったからかわいいねこのトークはい、じゃあ入れていきたいと思います。かわいい、どうしよう。はい、できました。これとかかわいくない？もう双子って感じで、お揃いのコーデしたりとかね。しょっちゅうお揃いだったねいつもお揃いだもんはい、かわいいね。3月、次4月いきまーす。ドドンあらなんかこの辺からね顔立ちがはっきりしてきたような気がする。なんかこうソロ写真がなんかもうだんだん今の僕のソロ写真はね、これとかも超かわいいこの辺のねソロ写真はねもうなんかすでにもう今の顔立ちになってきてるけど、やっぱりまだちょっと違う顔っぽいよね。これビートたけし顔って呼んでるんだけどこれとかもうね猫のポーズだからねいたにゃんにゃんだね。いたにゃんにゃん、違うの？やだ、私にゃんにゃんだわー、にゃんにゃんだわー。じゃあがっつり、じゃあファイリングしていきますか。はいよ、いちごスイカコーデ、私それ超お気に入りだったな。はい、4月こんな感じです。いや懐かしいね。お花見とかね行ったよね、もうリフレッシュもうすぐお花見の季節ですね。あ、そうだね、行きたいですね。うん、僕も行きたいな。うん、いいかな。あの足でね。足で蹴ってんのも面白い。可愛い。このイータンの寝顔が超絶可愛いね。じゃあ次行きます。いいね。やばいね。テンション上がる。じゃ次は5月ですね。いやなんかこうやって振り返っていくとさ、なんか泣けてくるんだけど本当に。頑張ったね一年間ね。本当に。行きます。ああ、可愛いね。可愛いね。私かしな。もう暖かくなってきたからさ、帽子かぶって外に行こうっていうやつだ。あとくんもね、可愛い。出ていきましょう。ガンガン入れてこう。あ、わあ、これ懐かしいセクシーショットだけど大丈夫、映ってないから危ないところはこれね、同時授乳頑張ってたやつ。あ、これ100日記念だね。もう100日だよここで。いいたセルフの絵かわいいんだけど、どんな写真チョイスしてるの可愛かったんだもん。いいたこれパパ大好きだよね。一番写真推しだよね。ニューヨークで買ったおしゃぶり、このね泣き顔ね、ジンバウエ来てちょうど子供の日ぐらいの時にねお食い初めも一緒にやってね。そうだね、ちょっとずつこう成長が見られてきましたが、じゃあまた次行きましょうか。じゃあね6月行きたいと思います。はい、6月はあ、これだね、ベビーカーデビュー、懐かしいイータンのドヤ顔イータンのドヤ顔、トクもドヤ顔してとぼけ顔ですよかわいいね。あー、これね、これはインスタにね投稿したような気がする。投稿してないかも、ツイッターに投稿したのかな。真四角にできるのを4分割にしたやつ、いいね、いいよね、そういうやり方もあるよね。うん、かわいいでしょ。イータンが注意してる、イータン注意してる、トクも注意してんだよかわいいでしょ。あ、これめっちゃお気に入りのやつじゃん。私のよちょっと入れてこう、どんどん。ねえねえ、これさこれやばいんだよ。あ、かわいい。かわいいね。でもこれインパクトやばいなこれ多分寝ちゃってたんだ。でもこれ本当にこう漏らしたってわけじゃなくて、こうなったんだよね。あー、いい、かわいい。なんかトクンがなんかこうオッケーだからね。オッケーだね。これはね、なんか夏って感じするね、服装がね。そうだね。表情が出てくるようになってきたね。次行きたいと思います。てれー。では7月行きたいと思います。じゃじゃじゃーん。はい。お祭り。これちょっとよくわかんないけど祭りコーデ着てんだよね。あ。何？離乳食開始。そうだね。あ、かわいいね。なんか3人とも同じ顔してない？なんか似てる親子って感じがしますね。あとね、これね、バンボデビューだね。バンボなんかやばくない私が離乳食のスタイルつけてみたっていうシーン、よくこれチョイスしたね。子供関係ないよあいとくんかーい。かわいい。これあれだね、よく昼パッポヤンのやつこちらです。はい、じゃあ入れていきましょう。あ、これ写真にしたんだそうそうそうこれはね、旦那がね、これがいいこれがいいってずっと言ってたから私の顎よみたいな。なんかいいターン多いね、今月ね先月あれだったから、じゃあここいいターンだもんね。はい、これ手つないでる。あーいいねー。はい、7月はこんな感じです。次いきます。はい、で次8月行きたいと思います。じゃじゃじゃーん。あ風邪ひいたんだよ、とくんが。お熱出ちゃってね。懐かしい。これかわいいね。ひげピタ懐かしい。かわいいとか言っちゃいけないからかわいいじゃん。いたいた。あー、これね。あーもうダメ。あー、もうかわいい写真ばっかり。ソファーの下に入り込むイータ。そう、入り込むイータね。はい、これね、一緒にこう撮ったやつあ、で、これですね。ハーフバースデー。これね、一番ね、力入れて撮ったんですよ。撮影する準備がめっちゃ大変だったっていうね。あと、これもね、めっちゃこれも大変だった。あー、もうなんか懐かしい。これは横浜のホテルに行った時の写真ですね。横浜旅行もね、楽しかったね、本当に。よし、じゃあファイリングしていきたいと思います。これはここでしょ。もうダントツね。かわいいな。これやばいね。お家でよう頑張ったね、本当に。本当なんかそう、どっかにね、撮りに行こうか迷ったんだけど、どうも大変だしさ、お家で撮ろうってなって撮ったんだよ。なんでかわいいタン。これもキューパッのやつこちらこんな感じですね。四角かわいいな。かわいいね。うん、かわいいね。これもあ、今月ワイがいないやん。あ、ワイいないね。先月もワイいなかった気がするけどはい、次いきます。次は9月いきたいと思います。9月はね、あー、これロミオとジュリエット的なイメージなんですけど、いやイメージってか勝手にこういう風になったんだけど、だってさ、これあれじゃない、ガクみたいな姫が特になってる、ね、王子が言いたいになってる。まあちょっとうちそういうとこあるよね。ジュリエットークの、うん、あー、これねーポンデトーク、ポンデイータ。あとこれね、ギャップのお揃いコーデしたやつ。すごいね、なんか男前なんだよねイータンがちょっと男前。そうだね、髪の毛がやっぱ短かったからね、まだこの子。でもなんかこのやっぱ同じお洋服着てるとなんか似てる感じが出る。双子っぽい感じが出ますね。これとかね、もうなんかじゃれ合ってる感じ。逆だよねやっぱ逆なんだよな。とくんがしがみついて、イータンが男前なんだよね。行くわよって感じ。お姉ちゃんだからね。ね、かわいいかわいいよ。ほらこれとか、あー、かわいい。あ、もうワイも出てこなくなりましたもうベビーたちがかわいすぎて。子供の写真ばっかになってくるもんだよね。そうだよね、選ぶの大変だもんね。うん、なのよ。なんかいいね、こういうの。本当に思い出って感じ。はい、9月はこんな感じですね。ベビーたち満載これとかね、同じおもちゃをそう、数あるおもちゃの中からこれだけを取るっていうね。おかしいね。はい、じゃあ次いきます。じゃあ10月いきたいと思います。こちら。あ、私の授乳のシーンですね。これは授乳が終わっていつも膝の上で寝るっていうのが可愛くてちょっと待って、これやばくないこれ大丈夫、もう超デブでもみーたんも可愛いね。でもいつも疲れてこんな感じに寝てたもんね。ほんとそうよ。あら可愛いいたー、何このいたんが髪の毛が短いね。まだなんかこうすごいなんかこう V 感ね、V 感がある。これ引っ越しですね。まだなんもないところでね遊んでたもんね。遊んでた。引っ越し大変だったね本当に。でもこの頃もうハイハイしっかりするからさ、端から端までわーってねハイハイして。そうだね、可愛いマジで。次はハロウィンかな。トクのハロウィンコーディー恐竜さんだね。あ、これもいたんちょっとあれだけどペガサスコーデしてるね。ペガサスコーデだね、ハロウィンってね。あ、恥ずかしい。これ台風の後じゃない？あ、そうだね、台風一過だよね。台風一過だよ。てってれてー、出たー出たー。おうちら推しのダブルディリー。いたんが前なんだよな。行くわよ。いたん遊んで。いたんボールで遊んでるから。はい。あ、私の出た。ポンデゆえみ。無理がある。はい、じゃあファイリング。なんかやっぱそれ恥ずかしいな。やばいな。もうザ・プライベート写真公開みたいな感じだよね。寝顔いつ撮ったんだよこれみたいな。俺だね。10月はこんな感じです。それでは次、では11月へ行きたいと思います。11月はあ私の職場に挨拶に行ったっていうね。あ、これとかやっぱベビーサークルを広くしたからもう遊べるようになってきて、これつかまり立ちをね始めたっていう。でもうつかまり立ちだよ。早いよ、あっという間だよ。はい、じゃあファイリングしていきますよ。かわいいな、これベビーサークルで寝ちゃったやつだ。はい、11月はこんな感じです。なんかもう割と顔立ちももうはっきりしてきて今の感じに近づいてますね。懐かしいね。でもはい、じゃあ次行きます。次は12月でございます。12月何があったかな。あー、いた、かわいい。懐かしいでしょ。かわいいね。冬のお洋服って感じ。あこのね、特にね、これ自分でこの箱の中に入ったんですよ。で、出られない、どうしようみたいな瞬間。いや、助けてくれるかな。寝癖ついてるし。私ね、このトクン超好きなの。ああ、もうこの辺になってくるとねいたずらがねすごいよ、ほんと。これね動画にもしたんですけど、初めてのつかみたいですね。どうかってカオスだった。世のママさんはこれを頑張ってるんだなと思って、もうすごいなと思った。ほんとだよね。すごいの出てきちゃった。こういう写真チョイスね。歯が生えたよみたいな。歯がよく見えるよみたいな。ああ、たくん。たくんが私この写真撮った。ああ、可愛い。もうなんかもうね、わがまますぎてリンゴそのままくださいみたいな。大体こういう写真ってさ、いいターン優勢になっちゃってんだよな。でも珍しい、ほら、とっくんが前に出て僕だよ、どうよどうよどうやじゃないの。あ、一応私の誕生日だったというか、まあこれどうでもいいですね。どうでも、あ、みんな応援してくれてありがとう。はい、じゃあファイリングしていきます。これここでいい？いいよ。12月はこんな感じです。ちょっとお気に入りの写真が多いな、私。次いきます。1月ですね。1月はまあなんだ、お正月、あー、ハッピーニューイヤーっていうのを入れましたね。あ、これはホテルに、あ、これホテルにね泊まりに行った時に撮ったやつです。あ行くわよ、冬仕様のベビーカーですね。大体これなんかやっぱいい感が優勢なんだよ。行くわよ。あとこれ歯磨きね、一緒にしてる写真ですね。歯磨きは結構前からデビューしてたんだけど、3人で歯磨きしてる様子がなんか良かったから、なんかわいい。あとこれ初詣。あ、これ伝説のこれね、インスタにね、これ動画で載ってるんですけど、もうねリズムに載ってんだよね。動画で見せてあげたい。本当だね。もう見たことない人はぜひインスタ見てほしいです。このトクンが踊るやつ。じゃあファイリングしていきます。はい、1月はこんな感じです。なんか旅行とかが多かった感じ。お正月もあったからね。お正月って感じだね。もう最近すぎるもん。そうだね、もう今とほぼ顔変わんないね。でもやっぱこれ可愛いね。はい、じゃあラストいきたいと思います。付箋がね追加購入できるんですけど、1歳のバースデーをちょっとオリジナルカードにしていました。1歳ハッピーバースデーいたとくーんということで、じゃじゃんね。え、もうこれもうディズニーランドのみの誕生日のみの写真をねまとめました。ディズニーのみです。お誕生日ディズニーね。そう、はい、あ、これね、新しいエリアの、これちょっとねタッチしたんだけど、とくんがさ「何ー！」って言ってたやつね。あ、いいねこれね、本当に。これもとくん多分「なんでなんで！」っていつも「なんで！」って言ってる。なんで、ああこれね、まあこの辺ね多分動画が出てるので、もう最近のことだね。はい、あ、かわいい。これね背中につけてねはい、こんな感じでね、もうね旦那が写ってる写真いっぱいあるんだけどなんかマンスリーじゃないからさ、こういう感じで付箋もねつけられるからいいよね。はい、じゃあこちらはね誕生日の日の写真でございました。ちょうどこれがラストになります。一番いい写真はこれじゃない？うん、これ、俺これ一番好きだけどな。旦那がいない。みんな笑顔で一番いいな。ね、確かにね。じゃあせっかくなんでね、表紙からお見せしたいと思います。こちらです。こんな感じでね、アルバムを作ってみましたよというご紹介ですが、なんと今回招待コード586を入れて注文してもらえると、私のサイン付きアルバムを10名様にプレゼント私サインとかね普段書けないから、この前ね練習してたんですよ実は。私のサインが欲しい方はぜひこのね招待コードを使ってぜひね注文していただければと思います。10名様だからね、いるかな10名様、私のサイン欲しいって言ってくれる人。じゃあね、ぜひ注文してみてください。じゃあ注文方法はねこんな感じなんですけど、アプリでねちょっと説明していきたいと思います。毎月8枚までずっと無料って書いてありますけど、いつの間にかできていくって書いてあるもう本当に便利なマンスリーカード。そして毎月のお知らせね、通知を許可して始める、注文画面はねこんな感じで出てきます。ここの写真のところをタップすると写真の画面がね選択できるようになってるので、ここから写真を選択していきます。でね、注文画面に個人情報とかねいろいろ入れていくと、決済の前の画面でこの画面が出てくるんですけど、楽々初めてセットでね注文すると、アルバムとセットで過去の月の注文が無料になります。かなりすごいです。これはねお得なので今始めるとすごいいいんじゃないかなと思います。まあね、マンスリーカードのおかげでやっぱ月ごとにね振り返ることができるので、私も見たいもん、月ごとにね思い出を振り返れるのですごいいいなと思います。ぴったり入れたかったらマンスリーカードもあるから11枚がいいと思います。半々とかにしてもいいと思うんですよね。5枚5枚とかにすることもできると思うので、好きな枚数を選べます。選べなくない ?5 枚なんて招待コードでね招待するごとに紹介した人と紹介された人がねそれぞれ無料で1枚ずつ追加できるっていう機能もついてるので、いつも見てるのみんなでねやってみるのもいいんじゃないかなと思います。気をつけてよ、ちょっと破かないね。今回ね生まれてから1歳までのねちょっとどうしてもアルバムにしたくて、通常はね120枚のアルバムのところ144枚分入るアルバムにしました。めっちゃ多い。でもね旦那とか家族が撮ってくれた写真もあるので、あれもこれもね選ぶのは本当大変でした。でもねかなりね満足度の高い素敵なアルバムになったんじゃないかなと思います。どう？見たいわ。もうどっか違うおもちゃで遊んでるけどねぜひ皆さんもね記念日に向けてアルバムをねぜひ作ってみてください。詳しくはね概要欄に載せておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではこの動画が良ければぜひグッドタッチ、チャンネル登録、Twitterの方、Instagramのブログの方、ブログの方よろしくお願いいたします。それではまた違う動画でお会いしましょう。またねー。